クイーンみたいなのがありますね。あーでもなんかそんな感じですね。この辺がちょっとおお。お、これ白線ですね。感じの建物だったりとか商店。片上鉄道のホームの後、登っても納屋みたいな感じになってます違う形で、横が駅で、ああホームが、ちょっと歩いていきます。ああこれが駅のホームの跡が、多分そうですね。ね、残ってんのはまあホームの一部と、あの木の下になんか杭みたいなのありましたね。
武道館駅舎が。そうですね。で、めちゃくちゃ大きな木が一本。で、これ商店。駅前のロータリー。そうですね。そう考えたらそうですね。駅前のロータリー。ロータリーですね。確かに。いや、この辺であったな。ね、車つけて。で、ここが商店。あ、階段が。じゃあこっから駅舎に入れるみたいな。おお、なるほど。で、まあこの辺が改札口みたいな。大きな木が一本。これ白線ですね、うん、白線より内側でよく見つけたみたいな。さすがです。両方あったのか。ここ分かる。 そうですね。ここですか、うん、間違いなく。今となってはもう何もないですけど、あ、この建物がここで家の人のお迎えを待って車で、うん、まあ、あるいはバスとか。うわー、これそうだな、火の中にある、ね、あれがある。あー、ありますね。杭、あと水道みたいなのありますね。じゃあ、あ、ここはあるよ。じゃあ、こっちだ。あ、よいしょ。なんかあります？おお。ああですね。これはあれなんですかね、ちょっと駅前の木みたいな感じですかね。ここまでどうやってもらったの。苗木みたいな。ああ、なるほど。そうですよね。まだ残ってる。立派な建物ですね。なんか宿泊施設みたいな感じの建物だったりとか、商店。なんかないから壁だけ。ああ、1993年、まあ、この駅がなくなったぐらいの月の新聞ですね。で、こんなにでも早く朽ちるもんなんですね。
いいですよね。まあ、でも所有者がいなくて、まあ、ずっと置いとるような感じですよね。ですよね。なんか宿みたいな感じでもありますね。裏にもあるんですね。洋館ですね。洋館みたいな感じですね。こんなところに残ってるとはね。まあそのホームがね一部残ってたりとか、まあ、駅舎はないんですけど、まあ、商店が、あったりとかね、まあ、痕跡が少し残ってるってことです。ああ踏切があったところですね。あこの道があれですよね、こうカーブかかって今ああですね、沿っていったっていうことですね。そうですね。まあこんなもんですかね、今日はね。いやーいいもの見れました。今止まるのは車だけということですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。